立春の後、ようやく晴れたので、和歌山県岩出市にある緑化センターに行ってきました。梅園では、46品種、75本の梅が栽培されていて、そろそろ見頃です。他にも楽しい動画を上げています。よろしかったらチャンネル登録お願いします。